長井直政は、江戸時代前期の大名。上佐国ウルイド藩主、下佐国古藩二代藩主、山城国四藩初代藩主。長井家、宗家二代。東京都新宿区の品の町の名は、品の守となった当時の下屋敷があったことに由来する。長井直勝の長男として、駿河国に生まれる。慶長五年の関ヶ原の戦いに従軍し、 慶長7年には、徳川秀忠付の故障となった。慶長10年4月26日、任官して、死がの守るを称した。慶長19年からの大阪の陣にも参陣して、功績を挙げたため、御故庄万頭に任じられた。その後も、幕府への忠勤に励んで家造を受け、元那5年には、数佐順位度に1万5千国を領する大名にまで、昇進した。 現那8年、宇都宮城釣り天井事件で、本田正澄が開役された後、老中に選ばれた。寛永3年、父、直勝が死去したため、家督と所領である下尾佐子が8万9千国を相続した。寛永9年に、秀忠が死去すると、北条史重や同意都市勝らと協力して、増上寺に秀忠の病を混流するための監督官を務めた。寛永10年、 老住職を解任されて、山城与度藩十万国へ、家を移法された。その後は、京都諸子大と協力して、京都や大阪の治安を担った。官営年間に大規模な飢饉が起こった時は、領民の救済にあたり、島原の乱が起こった時は、京都の守備を命じられた。その後も、江戸城武神や金利における不信などで功績を挙げた。 昇法元年11月23日、14下に上った。明暦4年2月28日に知し、後に入道して、震災と合した。漢文8年9月11日死去、去年82、茶の湯を利理休古田織部に学んだ茶人でもある。ヒューガ正成の皇室も、長井直政娘とされる。深谷信子、長井直政式に通じた幕府の重臣。 宮大出版社2017年 ISBN 978から4から801601246ありがとうございます。